アベマモーニングはインターネットテレビ局アベマ内ニュースチャンネルアベマニュースで平日の7時から7時40分に生配信している朝の情報番組。これまでストレートニュースであるアベマヌズ及びテレビ朝日からの時間遅れ配信グッドモーニングを配信してきたアベマヌズチャンネルが初めて朝の時間帯に特設するオリジナルニュース番組。 忙しい朝のニュースをスマホでチェックすることを意識し、30分の中で政治、社会、芸能、スポーツなど各ジャンルの最新ニュースを伝えるほか、長官各紙の記事紹介、独自取材した特集も盛り組む。番組開始でこれまで7時から9時まで配信していた、アベマヌズ及びアベマ版、グッド、モーニングは時間を圧縮して7時30分から9時までの1時間半の 番組となる。進行役を務めるのはメインキャスター初挑戦となる田中萌え。2016年までグッド、モーニングを担当していたため2年ぶりに朝番組への復帰となる。配信スタジオは六本木 EX 欅坂キサカスタジオで田中はインタラクティブな番組を目指すという。略称はアベモニ。イメージカラーはオレンジと黄色。 2018年6月12日配信分は、米朝首脳会談のため10分拡大配信を実施した。2018年8月31日配信分は、100回突破記念 SP として7時から8時までの拡大配信。徳永由美・崎山総氏が出演。2018年10月1日から40分番組に拡大した。 2019年1月25日配信分は200回突破記念スペシャルとして7時から1時間拡大配信。赤い玉尾がゲスト出演した。2019年4月12日には1周年企画として同じく1時間拡大の上、元日本テレビの上田まりえがゲスト出演。7月5日は安倍も2300回突破記念スペシャルとして1時間拡大。 2020年4月から並木マリナと住田サリが加入し、それぞれの曜日を担当する。同年4月8日より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う、緊急事態宣言発令に伴い辞,い辞任を削減。配信も5分短縮し7時35分までとなる。2020年4月13日に、アベマ TV から、アベマにサービス名称を変更したことに、 伴いタイトルをアベマモーニングからアベマモーニングに変更。10月2日をもって田中が番組を卒業。以降、並木が月曜から水曜担当。住田が木曜、金曜担当となる。ありがとうございます。